オカルトを楽しく学ぶ、オカルトエンタメ大学の時間です。えー、皆さんこんばんは。会議収集家、オカルト研究家の中山一郎でございます。よろしくお願いします。今日はですね、大阪、千日前にまつわる階段についてお話ししたいと思います。この千日前という場所はですね、大阪を代表する繁華街でもあるんですけれども、その一方で多くの心霊体験というか、幽霊の噂が報告されておりまして、 関西でも屈指しの心霊スポットという、まあ、側面も持っているわけです。えー、その背景にありますのは、今から50年ほど前に、えー、その地で起きた日本史上に残る悲惨がある火災事故が原因となっております、えー。果たしてその事故とはどういうものなんでしょうかそして、どういった怪奇現象が起きているのでしょうかまあ、ここは、 いろんな歴史が繰り返されて、いろんな悲惨なことが起こったりをしておりました、えー。その方たちのご冥福を祈りつつも、おごすかに語りたいというふうに思います。では早速授業を始めましょう。はい、早速ですが、私の体験談から申し上げます。もうね、二十何年前、ひょっとしたら30年近く前のことだと思うんですけども、あるちょっとイベントの打ち合わせがありましてねで、大阪、南の、まあ、ある お寿司屋さんに入ったんです。そんなに広い寿司屋じゃなかったんですけども、えー、広告代理店のま S さん、H さんからプランナーの K さん、タレントの J 子さんっていう女性の方で僕と5人で夕方5時だったと思うんですけども、お,お客さん他にいないんです。で、テーブル席が我々はさ、テーブルが3つぐらいあって、で、カウンター席があってっていう、まあそういうお店だったんですけども、まあビール、注文してビール飲みながら、まず世間話をするわけですけど、 僕の背後はね、そのお店の出入り口になってまして、まあ自動ドアなんですけども、話してますと、ガーッと、その自動ドアが開いたんですよ。まあ気にせず話してたんですけども、またガーッと閉まって、あれ今ドア開いたよねって言ったら <laughs> 開きましたよね。誰か入ってこようとしたのって言ったら、いや,いやって言うわけですよ。え、何言ってるですよ、なんでしょうね <laughs> って、まあ言ってるわけですよ。そしたら、僕の隣に座ってた。 ゲイコさんっていう女性のタレントの子が、ちょっとカウンター見てっていうんです。で、ふっとカウンター見ると、カウンター席の一番隅っこにね、30歳前後ぐらいの女性が、まあおそらく水商売をしてるっぽい女性が座ってまして、で、こうコンパクトを開いて、パッパッパンこうこんなやってるんですよ。で、あれと思ったのは、僕らが入ってきた時お客さんいなかったんですよ。あれいつの間に行ったらそのゲイコさんが、いや、今、 あの人入ってきたんじゃないって言うんだけども。いや、入ってきてないよ。だったらお、俺のここ、ここ通るはずじゃん。じゃあ、あの男性どっから出てきたのよ。って、まあ、ディクさん言うんだけども。トイレにでも行ってたんじゃないでもトイレこっちあるんで、トイレが出てきたのは、やっぱここ歩くはずなんですよ。で、その橋のところには、その、まあ、バックなり、上着なり、あるはずなんですけども、うーん、もうなかった。唐突にその女性が現れたような気が。で、もう一つ気になるのが、 その、筋職人はね、あの、一生懸命お筋握ったり注文取ったりしてるんですけど、その女性は無視してるんですよ。で、その前に、湯呑みもない。ただ女の人が、こうやってるんですねで、まあ。で、まあ、そうそう、じゃあ仕事話しましょうか。ってって、ね、仕事話し、ししだしたんですよ。そしたらまた、ガーッと、ドアが開いて、で、またワーッと閉まって、ふっと見ても、誰もいないんだけど、女の人もいないんですよ。で、あれと思って。 今女の人出ていった。だと思う。でも通らへんかったやん。なんだろうね。ちょっと不思議な感じがしてきまして。で、寿司職人が、ま寿司握ってるわけですよ。で、あ、ちょっとビールもう一本って言いながら、代理店の人が、あの、大将、さっきそこ女の人いたよね。ったら、キョトンとした顔して。え、誰がって言って。いや、そこに女の人いたよね。ったら、寿司職人が、ニたっと笑って。あ、お客さんは見られましたか。ここあの、 1000日前なんでって言われてみんなで。あ、なるほどね。って言って、まあ、納得した。そのお寿司屋さん、千日前の地下にあったお寿司屋さんだったんですよね。もう一つこの話なんです。これもだいぶ前の話なんですけども、これも千日前の、まあ、地下街にあるハンバーガーショップがあったんですね。で、まあ、お店も特に閉店しましたアルバイトも全部返して。で、地下街ももう電気落として真っ暗になろう。 そこで、店長さんが一人、ちょっとお店に居残りして、伝票整理をしてたんですね。したらいきなり、お店のシャッターを、ダダ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 ダと叩かれて、えと思った。誰誰誰と思ったんです。あひょっとしたら、アルバイトの子が、なんか忘れ物でもして取り替えたのかなと思ったんで、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、たかんたかんで、今開けるから、ガラガラガラッと開けたら、真っ暗なんですよ。で、誰もいない。 え誰もおれへんのいお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 またガラガラピシャー閉めて。で、また席に戻って伝票整理始めてまたじャ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 ンゃャゃじャじゃャャャャンってシャッター叩かまんですよ。ああ、待て待て、さっき開けたらおらへんかったじゃないか。あ入ってきて入ってきて,って、またガラガラガラッと開けて見るんですけど、誰もいないし真っ暗なんですよ。あれと思って。で、また閉めようとしたら、閉めたらまた同じ現象が起こるんじゃないのかな。ちょっと怖くなって。で、 半開きにしたまま、席に戻ったんですが、それはそれで怖いんですよ。だって向こう、暗闇だし、なんかぬっと入ってきそうな気がするので、やっぱ怖っと思って、またガラガラ、ピシャーンと閉めて、席に戻ろうとしたらい,いきなり、バタンサンサンサンシここらは怖いと、その時思って。で、携帯で警備員呼び出したんですすみません、あの、ちょっとうちの店の前に不審者がいるようなんです来てもらえませんかわかりましたその間で、シャン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 と叩かれてるわけですよ。 で、これがピタッと止まったら、携帯が鳴って警備員さんからです。今、あの、お店の前にいますけども、開けてください。あ、わかりました。で、ガラガラッと開けたら、二人警備員が立っていて。で、警備員さんが言うわけあの、今、シャッター、ジャンジャンジャーンって言って揺れながら落としてましたけど、中から、あなたが撃れて,てたんですかって。いえいえ、何もしてません。何もしてませんそ。そ、外から、表からどんどんどんと叩かれてたんですよ。って言ったら、警備員、いや、えー、僕らも、まあ、あの、お宅の店に 近づいていったんですけど、誰もいなかったし、ただ、シャ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 ーっ揺れながらシャッターが鳴ってましたよ。何なんですかねただ、年配の警備員が、あの、残業をここしない方がいいですよって言われて、え、どうしですかその店長さん、地元の人じゃなかったですね、地方の人で。え、ここ何かあるんですかって言ったら、そのベテランの警備員さんが、こう、千日前なんでね、残業はせんほうがよろしいで、え、何かあるんですかって言ったら、 え、知らんもんかいなって、ま、いろいろと戦時前の歴史というか、いろいろな因縁を聞いて、まあ、その日から残業は取りやめにしたっていう、ま、話がありました。まあ、あの、私さっき、南と呼ばれる街と、ま、言いましたけども、大阪以外の人はピンとこないと思います。ちょっとま、ここからお話しますね。え、大阪には、北、南っていうエリアがあるんです。 北、南、じゃね。北、南、とこう、避けるんですけどね。北っていうのはですね、あの、じゃ、大体 JR 大阪駅から阪急、阪神のターミナルのある、まあ、その、梅田駅を中心としたエリアでして、まあ、梅田、道島、北新地、曽根崎といったあたり、あの辺を言います。だからまあ、ショッピングセンターもたくさんあるし、だから飲み屋もたくさんあって、ビジネス街でもあると。 いう、非常に繁華なところですけども、もう一つ、南というのはですね、その、北と呼ばれるエリアから、南の方に行きます。そしたら、まあ、大阪環状線でいうと、中心からちょっと南にずれたあたりかな。あの辺が、まあ、南と呼ばれるエリアでして、こちらの、南海電車のターミナルとなります、高島屋っていうね、役立ですけども、まあ、あの辺が南場でして、あと、まあ、震災橋、道頓堀、千日前といった、あの辺を、まあ、 南というわけです。で、あるいは、まあ、殿下とオタクの街と呼ばれ、呼ばれます、日本橋、あるいは西のにあるアメリカ村っていうところがあるんですけども、あの辺も含むこともあります。こっからここが北、こっからここが南というんじゃなくて、まあ、なんとなく北で遊ぶか南行くかって言うと、大阪人間は、まあ、なんとかそういう、まあ、大雑把なイメージで、まあ、あの、北、南っていうのを把握していると、まあ、いうことなんです。で、まあ、南、 っていうのは非常に華やかな繁華街であると。で、えー、この千日前という土地なんですけども、なんと幽霊話が今もたくさん語られるという場所でもあるわけです。まあ日本全国、いわゆる心霊スポットとまあ噂される場所っていうのはもう数え切れないほどあるわけですけども、こんなにね、大都会のど真ん中の目抜き通り、繁華街全体が実は ほとんど心霊スポットなんですっていう、そんな場所はね、まあ、世界でもないんじゃないのかなと私は思うわけです。だからまあ、あ事情を知る地元の人たちは、なんかそういう変なことがあっても、ま、あまあ、あ千日前やからな、で、まあ、過ごしてしまうというか、察してしまうというところが、この土地の面白さかなと思います。こんな話があります。 えー、今はね、服飾関係の仕事をしているという、まあ、A さんという女性なんですけども、まあ、彼女が高校生の頃の話というので、随分前の話です。当時ね、ある女性雑誌に、おしゃれさんインタビューというコーナーがあったらしいんですよ。でこれいったら何かというと、まあ、街を歩いているおしゃれな女性にインタビューして、 で、写真を撮って、それを、まあ、写真と一緒にインタビュー記事を載せるというのがあって、A さんこれにめちゃめちゃ憧れてたと。乗りたいなぁ。うちこんなん乗りたいなと思ってたら、最新号に、2月13日に大阪震災橋周辺にカメラマンが行きますって告知されてた。ああ、大阪来るやん。行きたい行きたいって、その A さんは、 友達と N 子さんを誘って、なななこの日行こうや、あの、新バチおったら、私は写真撮れて、出し飲むかもしれへんで、ってなって、で、行ったんですって。で、ちょうどその2月13日っていうのが、平日だったんですけども、まあ、学校の開校記念日かなんかで、休みだったらしいですね。で、N 子さんと2人、あの、お姉さんがいて、お姉さんも、あの、その時、服飾の専門学校に行ってたみたいなんで、お姉さんにコーディネートしてもらって、 まあ冬だというように短いスカート履いて、で、その、震災橋へ行ったらしいんですね。で、うろうろしてるんですけど、カメラマンらしく人いない。で、震災橋って、まあ、橋のように、まあ、聞こえますけど、実はもう、江戸時代は橋あったんです。江戸時代は橋があって、明治になると、もう、立派な、なんか大遺跡のなんか橋が立ってたらしいんですけども、えー、昭和の、何です、37年かな、に、あの、そこ、埋め立てられまして、中堀通りという、もう、道路になっちゃったんですよ。 なので、橋はないんです。で、うろうろ、うろうろして、カメラマンおらへんしなったら、えぬこさんが、ひょっとしたら、引っ掛け橋ちゃうって言い出したんです。引っ掛け橋っていうのは、その震災橋でずっとそのまま南に行きますと、道頓堀にかかる橋、恵比寿橋って言うんですけど、あの皆さんご存知だと、あの、グリコのこの看板のある、ああ、そこが見える橋が、恵比寿橋なんです。で、まあ、 え、男の子が歩いてる女の子を引っ掛ける。お姉ちゃん、お姉ちゃん、一緒に茶飲まへんけえって言って、声をかけるので、引っ掛けましょば、まあ、当時言われてたんですけども。そこ違うってなったあ、そこかもしれんな、って言って、二人こう、南に向かって、震災橋を移動したんですね。したら A さん、真冬に短いスカート、無理もないです。ちょっとうちおしっこしゃなったってなったんですね。えー、おしっこ、あ、ほんな、あの、最近デパートできたようあそこに、 ああ、できたできた、新しいデパート。あそこ行ったらトイレあるよ。あ行こう行こうって言って。で、途中でひょいっとこう、千日前通りをこう、東へ行きますとすぐに大きな出来立てのデパートがありまして、そこの2階のトイレに入ると。で、エンデコさん、ちょっと待たしていて、で、ちょっとうちあの、ほんなと行ってくるからな。L 字に曲がった奥が女子トイレだったらしいですけども、まあ A さん、トイレに入ります。入ると、 えー、洗面台が三つあって、ね、鏡が三つあって、その奥に四つドアがあったそうなんですけど、その、まあ、手前に彼女が入って、用を出してると、急に洗面所の水が、ジャーッと、あの、水道をね、マックスにして、ザーッと水を出しているような音がして、たちまち、その洗面台の水が溢れて、ザザザザーと床に落ちる音がしたんです。で、友達のえヌ子さんやと思うんで、えヌ子何してんの何してんのって、大声出したんです。 髪でも洗ってんのシーンとしてる。え、ぬ子じゃないんだ。あ、掃除のおばちゃんだと思ったんです。掃除のおばちゃんがバケツの中に水入れて、で、これが掃除犯で、あ、掃除のおばちゃんがなんかまた恥ずかしいことしたな、なんか大声出したりして。で、ザャーッという音がするんですよ。なら今度は、うーんといううなり声がしたんで、あれあ、酔っ払いのおばちゃんかと思った。酔っ払いのおばちゃんがヘド吐いてあんねやと思った。 で、で、栄養を足して、立ち上がったら、ピタッと水道の音が止まって。あれで、ドア上げて、パッと水道の方に行くと、誰もいないんです。誰もいないんだけど、水浸しになってたんだっていうかが、なんこれと思って。で、まあ、トイレから出ると、まあ、エヌさん、廊下にいて、で、このえぬこちゃんってなんか、チアがールかなんかやってたそうなんですよ。で、暇があったらなんか、運動したり、体操してたりするその子も、その時も、その、誰もいない廊下でこう、足を上げて、こうやって屈伸運動やってた。 で、姉さんが、ちょ、ちょ、ちょっともう、みっともないで、パンツ丸見えで、それ。誰が来たら恥ずかしいやんって言ったら、え、誰も来へんから大丈夫え、誰も来へんかったうん、誰も来てない。あのー、うち、あのー、さっきトイレしてたら、水が急にバーッと出て、溢れてんけど、あ、うん、聞いた、きええー、それ、あんたちゃうのうち、んうんうん、違う違う違う。うっていう,うなりごがしたよな。そういうのがしたよな。言ってたら、またトイレの方るから、う という声が聞こえて、ひゃーって、ま、あ今度で逃げたってんですよ。で、家に帰って、お母さんにそのこと言って、お母ちょっと変なことあって、どこなんとかデパート。ああ、あそこ。あん知らんのんかいな。あそこ、昔、あの、大きな火災ビルがあって、もうデパート覚えてん、で、あそこ大勢死んではんねんで、わあ、大方水水も欲しいって来てはったんやろうな。えー、何それって言ってさ、その後調べたら、出てきた。 1972年5月13日の夜、死者118名、重継傷者78名のデパート、火災、最悪の大惨事が、実はその場所であった、ということを彼女は知ったわけです。で、この1972年5月13日ですけども、午後10時27分、まあ、随分時間の遅い時に、千日デパート、 3階医療品スーパーより出火。で、火と煙はデパートの建物にあっという間に燃え広がって、3階から5階までの、まあ、約8000平方メートルを、まあ、したという事件がありました。ただね、これデパートと言っても、まあ、ショッピングモール形式だったそうで、普通この10時27分なんてデパートの人はいないんですが、実は7階にアルサロ、 アルサロ。アルバイトサロンっていうのかね。アルバイトの女の子に接客させて,てたっていうことなんですけども。まあ、言ったらキャバレーですね。6階以下のお店はもう21人は閉店したんですけども、このアルサロは営業中だったんです。で、このアルサロ、プレイタウンというお店だったらしいんですけども、そこに従業員とお客さん181人が残ってたわけです。ま、あとま、3階に電気工事関係者が6名。 から、6階にボーリング場の、まあ、階層工事があったので、6名。さらに、まあ、ビルの保安係4名から、電気機械係2名。で合計199人が、そのビルの中にいたと。で、3階から出火して、その火炎がザーッとこう燃え上がると同時に、 いわゆる、煙が発症するわけです。この煙が、階段をずっと上がって、だから、本来、階段が逃げ道になるんですけど、その階段から、モク々と、こう、煙が上がってくると。で、まあ、一酸化炭素を多量に含んだ煙が、まあ、エレベーターシャフトから、階段からどん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 登ってきて、ということになってしまったわけです。あと、まあ、空調ダストからも、やってきたと。で、たちまち営業中の7階のプレイタウンを、襲ったわけです。 キャバレーの方には、その、火災が起きたっていう連絡がないまま、気がつくとお店の中に煙がもくもくもくもと来て、まあ、煙に包まれていたっていうことなんですね。たちまちキャバレーにいた人たちはパニック状態に陥っていくとで。逃げ場になるはずの階段室から可燃焼の煙がどんどん来るわけですから。でもね、お客さんが、やれこっちゃかじゃーって、こう、逃げようとしたら、大阪人ですね。 お客さんああ、ちょっと並んでください。あの、会計済ましてから逃げてください <laughs> っていうことがあったしですよ。でそんなことをしているうちにどん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 燃え上がって、結局避難誘導もされず、えー、地上への逃げ場も塞がれて、7階で孤立して、で、当然まあ、消防車も来るわけですけども、7階届かないんですね。で、すでにまた2階も燃えてるし、3階への侵入は不可能という状態に陥ったと。で、この日がまあ、土曜日の夜だったので、たちまち、 また、繁華街ですんで、野獣までごった返した。私、あの、戦地前の、あの、デパートの火事を俺見てたんやで、人何人か僕は、あの、お話を伺ったんですけども、もうね、7階あたりから、窓から白い手がこう出て、まあ、助けてくれって言ってたんうわとこう出て、もう助けを求めて動めいていてと、と。やがて煙と熱気に耐えかねて、窓から、ドーンとこう、人が飛び降り出したって言うんですよ。で、まあ、女性の絶叫と悲鳴が、 ビル内から響いて人が降ってくると。で、ビルの下にありますアーケード。ここにね、落ちてきた人がドーンと引っかかったりとか、鉄の鉄柵で屋根ができればそこにドーンともうまたから避けたりだとか、もうえらいことになってたと。アーケードの屋根を破って、まあ、コンクリートの地面に落ちる人もいると。で、まあ、ちぎれた手足や血に染まったハイヒールが散乱して、まあ、もう地獄の様相だったと。 で東側には、の脱走シュートがあったらしいんですけども、そこから降りた人もいたんですけど、受け止める人がいなくて、そのままコンクリートに落ちたっていう、阿鼻共感の世界。結局、多くの犠牲者は、7階のフロアで一酸化炭素中毒で窒息死したと。そこに、まあ。 もう、遺体が96体、折り重ねるように倒れていたと。えー、落下による死傷者は22名だったということです。聞いた話のところ、マットレスみたいなものをこう持って、そのまだからマットレスはあれば大丈夫かなと、まあ思ったんでしょうね。えー、それでまあ、人が落ちてきたということですけども、なんでこんな悲惨なことが起こっちゃったのかなというと、まあ当時、スプリンクラーや非常階段から防火扉、非常口という整備が、まあ十分ではなかった。 わけですよね、管理体制が不十分であったとで共同での防火訓練とか防災意識とか保安管理にも問題があったとちなみに出火原因は電気工事関係者が捨てたタバコが原因ではないかと推定されるということなので実はよくわからないということなんだそうです で、最終的には118人の死者を出すという戦後のビルの火災事故最悪の惨事となったということなんですで。ちなみにね、日本において戦後のビル火災で100人以上の死者を出したのは、この戦時デパートと、その翌年にね、熊本市で起こった太陽デパート。この太陽デパートの死者も104名出していますから、2件だけなんですよ。 だから、この2件の、まあ、デパートの火災事故によって、以後、建築基準法とか防火法が改定されたということなんだそうなんですね。私ね、この火災事故があった時は、中学生になった頃だったんですね。で、兵庫県の片田中におりましたので、まあ、テレビニュースでは見てましたけども、まあ、偉いこっちゃな、とは思ってましたけども、まあ、リアルなものとしては、 捉え、取られていませんでした。ただまあ、大学に通うためには大阪に住むようになったときに、まあ大阪に住んでる友人とか、大学の先輩たちが、夜中に僕を南をこう連れ出していって、ここの戦時デパートの焼け跡やねんで、幽霊出るねんで、って言って教えられたことを思い出します。その時はね、まだ、 だから、残ってたんですね。その、燃えたビルが。で、ただ、塀と金網で囲まれて、当然、まあ、中に入れないようにはなっていましたけども、結局ね、この千日デパートの焼け跡っていうのは、その後、8年近くも残っていた、ということであります。さっきも言った、こういう例出んねんで、って話なんですけど、まあ、いろいろと取材していますと、いろんな話がありますね。まず、未だに僕聞きますのは、いわゆる千日前 s の大型家電量販店のあるあたり。 アーケードがあるですガヤーンっていう音がするんですよ。ねっとこう、上見たけど、別に何もない。という話はよく聞きます。つい3、4年前も、アローちゃんと話してと、ああ、今も聞こえんで、とか、まあ言うてましたけど、まあそれは会議なのか何か分かりませんけども、落ちてきた人の音やで、という人もいます。戦時デパートの火災事故があった、え、直後ぐらいですね。当時ね、あのあたり、屋台のラーメン屋が並んでたそうなんですよ。で、これある人から聞いたんです。 え、こう、屋台でラーメンを食べていると、のれんがあってね。のれんをパッと開られて、あ、おっちゃん、あ、今日前いなんって言ってよ、女性が言うと。あー、ごめんな、今前やねえ。あまたく、また来るわ。って、パッとのれんが閉じて。これさ、今、明美ちゃんやねえ。うん、明美ちゃん、明美ちゃん。よう、うちくんね。この前、火事で死んだよな。死んだ。パッと、もういなかった。っていう話も聞きますし。 あの、落語家のつの五郎師匠、ええー、一緒に上方落語教会会長、もう今亡くなりまして、この五郎師匠からこれをお聞きした話なんですけども、当時はの、千日のある劇場に出てたと。お昼休み、ええー、まあ、飯の後悔な表に出て、ええ、千日の通りをチャ,チャラ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 と、せったばけで歩いてると、しょしょって言って、呼び取りふっと見たら、まあ、馴染みの、あの、お姉ちゃんで、最近うち来ては、来てくれやはれへんね、って言って、ああ、ごめんごめん、また行くわ、頼むで、 って言われて、で、また、しゃッシャッと歩きながら、えー、っと、あの子死んだ、死んだ、死んだ、千人まで死んだらこのまま火事で死んだから俺、葬式行ったかなって思った時に、どーンとって、走りました。で、まあ、おっしゃってました。燃えたデパートからだいぶして、映画館が近くにありました、ね、その映画館で、まあ、チケット売ってたっていう女性から聞いたんですけども、ある日、平日午前、客がいない、え3人だけ、お客さん。 で、三三枚の半月、暇やなーって、こう、ぼーっとしたら、上から支配人が降りてきて、ぼーっとしたら、上から支配人が、ぼら、おい、今日偉い、前やな今日もどうなってんねん、やなんかなって、喜んで、え、何、ですか今日三人ですよ。はぁって言って、また、劇場に帰って行って、で、しばらく支配人が戻ってきて、わし、風邪ひいたから今日帰るわ。言うて、帰りはったの。何やろうなと思って、後で聞いたら、千日前の課題事故の話を聞いて、ぞっとして、 私、その映画館、辞めましたって、まあ、彼女は言ってました。まあ、こんなような話はね、実は山ほどあるんですけども。で、この、まあ、焼け跡なんですけども、1980年になって、まあ、損害賠償請求の訴訟で和解となったらしいんですよ。で、その時には、千日デパートのビルの解体が始まったと。 で、え、1982年6月に、まあ、新ビルの寄港式が取り行われて、火災事故以来、11年8ヶ月ぶりに、プランタンナンバーが出店したんですよ。で、さっきの、あの、女の子、ね、A さん、あの、トイレで、うーっていう声を聞いたっていうのは、そのプランタンデパートだったわけですよね。これは、ま、デパートじゃないんですけど、これ、千日前あたりの話なんですけど、ちょっと僕の体験談がありますで、ちょっと聞いてもらいますね。 僕の知り合いで、当時、神道研究家で占い師もやってるというじいさんという、まあ女性から、じいさん、まあ委員者、じいさ、じいさですよ。ちょっと私、ゴソスバスター頼まれたけど一緒に行けへんって言われたんです。え、どういうこと言ったら、いわゆる、礼を払ってくれという依頼があったんです。え、な、面白そうやんって、まあ話を聞くと、ある、南にある居酒屋さん、どうも幽霊が出ると。で、現象としては、 まずお客さんからクレームが来るんだけども、テーブルの上に、まあ、グラスがあって、グラスを取ろうとしたら、スッと動くんだって。あるいは、何にもしてない、ピッて音がしたゃったら、パラパラパラっとこう、グラスにひびが入ったりだとか、する。で、飲んだ覚えもないのにお酒が減ってるっていうようなことがあって、で、そのうち頭痛がしたりするんですって。で、お客さんからなんかが気持ち悪いわ、って言うでも飲んちゃうのを言うて、客足が減ったと。 で、しかも、その後なんだって。その、従業員が後片付きに行くと、壁中に人の顔が浮かび上がってると。あるいは、いねとか、来るなっていう声が聞こえたって。で、これで今度、アルバイトの子は辞めていくと。だからもう、ミスとしては、アルバイトは辞める、客は減る、これ何とかしてほしいってことで、まあ、その、じいさんのところに連絡があって、で、まあ、礼を退治してくれないか。で、じいさんも言うわけですよ。 だからと言って、いきなり霊払っても面白くないじゃん。ちょっと観察しようと思うのよ。え、霊払いできるのできるよ、私、新党やってんねんから、とばっかのと言いまして。で、じゃあ一週間後ねっていう話をして、その間ね、僕ね、大阪の福島というところで変なお店があってね、今もあるのかな当時行ったらね、オーラ測定器とかね、から幽霊の破景器、まあ、電磁波,波形器だ,だとかね、ダウジングのね、機械だとかね、そんな変なも売ってるお店があって。 そこにちょっと僕いろんなもの買い込んできまして。で、あと、当時なんでポラロイドカメラを持って、で、ーさんと一緒にその居酒屋に行きました。実はその居酒屋、千日前にあったんですよ。千日前に、しかも地下にあるお店で、で、お店の前に行くと、ずらーっと店員とか、ガスビロを着た人とかがずらーっとなって、ようこそいらっしゃいましたって言ってるわけ。なんかすごいこと起こってんなと思いました。あの、ね、名刺をいただくと、 そのチェーン店の居酒屋なんですけども、東京本社の社長さんとか、東京本店の店長さんも来てらっしゃるんです。で、その D さんですけど、白い着物に紫の袴を履きましてね。で、誰も何もないのに、スカ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 と奥へ行くわけです。 ま、昼間なんでお客さんまだ入ってない時間なんであるんですけど、つカつカつカーと奥の方に行って、ここですねってわかりますかってわかりますよって。中入っていくと個室になっていて、なんか変な形のテーブル、6人か7人掛けぐらいのテーブルがあって、27インチのカラオケセットゃモニターがあってカラオケセットがあって。で、ここなんですよってやっぱ授業に言うわけですよ。で、顔が浮かんだりとか、声がしたり、こうこ、ここなんです。 で、そのじいさんですけど、中山さんちょっとここ測ってみて、僕が買ってきた、あの、電磁波形機、まあ幽霊を感知するっていう。それね、そのじいさんがここって言ったところに持っていくと、針がね、ビーンと、こう、触れるわけですよ。え、これで何って言って。 ただね、カラオケセットとかテレビモニターの前では動かないんで、電気関係になんか反応してるんではないんです。何にもない壁のかでーンとなって。まあ、でも僕はどっちかと疑ってたので、この壁の向こうに高圧電線とかなんかそんなあるんちゃうかなとまあ思ってたんですけども。でまあじいさん、ここちょっと写真撮ってみてくださいって言うんで、持ってきたプライドカメラでこうパチッパチッ何枚か撮ったんですよ。やがてこう、ギーっとできたのこうやりながらこう見てると、 もうみんなが、あーっとびっくりした。何か言うと、その、明治色の壁なんですよ。ところが、プライドカメラに映ってるのは、真っ赤なんですよ。血で染まってるっていうのかな。血の色なんですよ。それから、ベターっと壁に張り付いているのと、手前にテーブルがあるんですけど、そのテーブルの上は、この血がベターっと乗ってるっていう。で、赤い現像村じゃないんですよ。 で、テーブルの上には、なんかいろんなものが置いてますよね。調味料とかなんとか。そこはね、赤くないんです。だから、机の下の、あの、足のところとかは普通なんです。ただ、壁と机の上だけがベトーとなってて、まあ、本社の人もそれ見て、こう、ベージュの壁と見比べながら、あるんだねーって言ってるわけです。そしたら、ピリピリ、ピリリッ、ピリって音がしてみんな、ビクーッとするわけですけども、 まあ、そこの店長さんが、すいません、僕の携帯でした。もし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 もあ、ここ電波繋がらないんです <laughs> って言ってみんなまた、ええー、って、まあ、言うことはありました。で、結局その一週間後に、ええー、またそのお店に行って、今度は礼払いをやりました。え、じいさんは、部屋の四隅にお札を貼りまして。 で、あの、おみきですね、置いて。ま、浸透式の、ま、リトをあげて、浸透式の奴隷をやったと。そしたらね、しばらくして、じいさんのおから電話があって、あの、あれから何にもなくなりましたって、店長さんとか俺に来られましたよって言ってたんですけども、それ夏、冬、あの、忘年会のシーズン、えー、僕の日本電話がありました。で、僕の知り合いの、あの、女性の、えー、芸人さんからでした。 中山さん、ちょっと取材行った方がいいお店見つけましたよって言うんで。え、なになになに言ったら。私ね、今、お芝居に出てるの。で、今日、千秋楽でお芝居終わったんで、じゃあみんな飲み行こうって言って、お芝居の劇団人たちと、ある居酒屋に行ったのよ。で、それまでもう、みんなテンション上がりまくって、うわーって言ってたのに、そのお店に入って飲み出したらみんな静かになって、まあ頭痛いわ、帰るわ、うちも帰るわ、まあ、俺も帰るって言って、 みんな解散しちゃったのよね。解散したんだけども、お店の外出たらまたテンションマックスになって、また電話取り合って、飲み直そうぜー言うて、別のお店で盛り上がったんだけど、絶対あの居酒屋なんかあるよって言うんで、どこって言ったら、あのー、セン日前のなんとかってお店地下に行く。あ、ひょっとしてなんか変な机がなかったんで、ね、カラオケストなかった。ベージュ色のその壁で、え、なんで知ってるんですか、はあ、また出てるんやな。 1000日前からなって私は思ったということでございます。ということで、えー、本日の授業は以上といたします。えー、次回はですね、この千日デパートの火災以前の歴史っていうのが実はありますので、それについて詳しくお話し,します。うわ、ここって意味ないやなっていうことがわかるという授業になると思います。もちろん恐ろしい話もあります。 ということで、まあ、センチ前周辺で、そういや、こういう体験あったり、この話聞いたよという方がおられれば、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の授業でお会いしましょう。